1940年6月13日から6月25日までのナチスドイツのフランス侵攻エアリアル作戦は第二次世界大戦中にナチスドイツのフランス侵攻に対する連合国軍の戦いで戦線が崩壊し連合国軍がフランス西部の諸公湾から1940年6月15から25日に撤退した作戦を言うこの作戦は 連合国軍のダンケルクからの撤退、6月13日に完了したルアーブルからの撤退に続くものであった。ダンケルクでのダイナモ作戦により、イギリス海外派遣軍の戦闘部隊の多くは、フランスから撤退することができたが、イギリス第一装甲師団とビューマン師団の戦闘部隊のいくつかと15万名以上の後方支援及び優先通信部隊の将兵は、ドイツ軍の 海岸部への急進撃により、フランス西部に取り残されてしまった。さらに加えて、第52不評師団及び、カナダ第1不評師団が、フランス西部の守備を強化するために、急波されていた。これらの軍は、第2イギリス海外派遣軍とされて、イギリスから戻ったアランブルック、陸軍大将により指揮されることとなった。彼が6月13日に着任したとき、 直ちに、ブルターニ半島へ退却し、半島に立てこもって、ドイツ軍の進攻に抵抗するというフランス側の計画に成功の見込みがなく、非現実的なものと認識した。このため、アラン・ブルックは6月14日の夕方に、当時のイギリスの首相であったウィンストン・チャーチルに電話し、フランスにいる全イギリス軍将兵の撤退を要求し、これを説得することができた。 エアリアル作戦中の輸送船、ギニアンに乗り組んだ将兵シェルブールからの第52不評師団の撤退は、ポーツマス管区司令長官、ウィリアム・ミルボーン、ジェームス海軍大将の指揮により行われた。彼は、大型の兵員及び貨物輸送船は、サウサンプトンで完成させ、沿岸用の小型船はプールから、平底ホブネはウェーマスから、輸送任務に当たらせた。 第52不評師団の大部分と第1戦車師団は6月15、17日に乗船し、臨時編成のノルマン部隊は6月17日、夕方に出発した。ドイツ第1軍が町の郊外に侵入した時にはすでに撤退の船舶が出港してしまっていた。シェルブールからポーツマスへは3360名が撤退した。サンマロからは大部分が カナダ第一不評師団の2万1474名が6月17及び18日に脱出した。他のフランス西部の港湾からの撤退作戦は、デボンポート海軍基地に設けられたウェスタンアプローチン区司令長官、マーチンダンバーナスの指揮によって行われた。ブレストからの撤退は、兵員輸送船、アランドラスター、オトラント、ストラセアードを含む大船団により行われた。 多くのイギリス空軍地上勤務員を含む28,145名のイギリス兵と4,439名の連合国兵は6月16及び17日にドイツ空軍の大きな妨害も受けずブレストを出港しプリマスに上陸したサンナゼールで待機していたのは多くのイギリス陸軍広報支援及び兵站部隊とイギリス空軍兵ベルギー、チェコ ポーランド兵とイギリス民間人であった。大型の兵員輸送船、ジョージック、ダッチェス・オブ・ヨーク、フランコニア、ランカストリア、オロン製を含む船団が発見された。フランコニアは途中で爆撃により損傷を受け、プリマスに引き返した。サンナゼールのロワール川川口は、送船の困難な狭い水道となっているため、多くの大型船はその沖のキブロン湾に闘病した。 6月17日の間、サンナゼール港から駆逐艦と沿岸用小型船舶により大型兵員輸送船へ運ばれた。兵員輸送船はできるだけ多くの人員を乗船させるようにとの命令を受けていたため、すぐに非常に混雑した状態となった。午後2時にドイツ軍爆撃機による空襲があり、オロン製のブリッジに爆弾が一発命中した。午後3時45分には、 第2波の空襲があり、ランカストリアは3発の命中弾を受け、それは戦争に詰め込まれた将兵を貫通し、燃料タンクを破裂させた。20分のうちに船は傾き沈没した。乗船者のうちに1447名が救出されたが、死亡者数は約4000名となり、イギリス海事市場においても多くの犠牲者を出したものとなっている。 6月18日の朝に2個の小型商船の船団に最後のイギリス軍商兵が乗り組みプリマスに向けて出航した。情報活動の誤りによりドイツ軍の進攻が実際よりも接近していたとされて多くの貴重な資機材が後方に放置されることとなった。最後の輸送任務は6月19日に港に到着したとの報告があった8000名のポーランド軍商兵の撤退だった。 サンナゼールより南にあるラパリスでは、イギリス海軍の高級将校は港に待機している、イギリス軍及びポーランド軍将兵を運ぶことができる船舶を見つけられずにいた。このため、彼は何隻かのフランス商船を挑発し6月18日に出港することができた。その後、イギリス船の2個船団が到着し、遅れて港に着いたポーランド軍将兵を収容した。 ラパリスからは全部で1万名のイギリス軍と4000名以上のポーランド軍将兵が救出された。また、フランス海軍では未完成の戦艦、リシュリュー、ジャンバールを含む艦艇が脱出した。ボルドーからの撤退は6月17日にイギリス海軍巡洋艦及び駆逐艦と港に停泊中だった連合国商戦によって開始された。イギリス外交職員びポーランド大統領、 ブワディスワフラチュキエビチと亡命政府内閣については他に優先することとなった。ここから撤退した部隊の多くはポーランド及びチェコの部隊だった。撤退作戦はボルドーの近くのルベルドンシュルメール、バイオンヌコーデも2隻のポーランド兵員輸送船バトル、ソビエツキーとエトリック、アランドラスターによって続けられた。また、これらの輸送船はサンジャンドリューズに移動し、 そこでの撤退行動を6月25日午後2時に完了したが、これは独仏休戦協定により設定された条件の期限直後だった。作戦の最終日、ジロンド川川口でカナダ海軍駆逐艦、フレーザーはイギリス海軍防空寿命艦、カルカッタに衝突され沈没するという事故が発生した。この後も小規模な撤退行動は、 フランスの地中海沿岸から1940年8月14日まで続けられた。エアリアル作戦により多くの人々がフランスからグレートブリテン島へ撤退することができ、その数は以下の通りで連合国陸軍兵、航空兵及び民間人の合計19万1870名であった。多くの物資が失われることとなったが、下方310門、車両2292両、 1800トンの貯蔵物品と数量の戦車を運び出すことができた。ありがとうございます。